1枚の紙でこのように2つの2羽の鶴がついている、このような鶴のことを妹背山と言います。今日はこの妹背山の折り方の説明をします。1枚の折り紙を半分に切ったこのような長方形の紙を1枚用意してください。これをこのように置き、半分に四角に折ります。広げ、今度は縦長に置き、半分に折るのですが、この真ん中に少しだけこのように筋をつけるだけにしてください。そしてつけた筋からこの下半分をハサミで切り込みを入れます。そしてここから折っていく折り紙の向きに注意をして折っていきます。こちら側へ倒します。次に交線が真ん中になるようにこのように折ります。重ねて折るので折り紙が分厚くなります。折りにくいと思いますので工夫しながら折ってください。このように折った折り紙を次はこの向きに置きます。この開いているところが下に来るように置きます。そしてこのように半分に折ります。この時も重なっていて折りにくいので、なるべく角をきれいに折るように注意しながら折ってください。そして開いて潰します。そして一度こちらへ倒します。戻します。この線に合わせてこのように折ってください。この時ここを押しつぶしてギュッと押してください。反対側も同じように折ります。次はこの線に合わせて手前へ折り曲げます。一度広げます。反対側も同じようにします。一度こちらへ倒して戻し、真ん中の線に合わせて折っていきます。広げます。そして普通のつるを折るときと同じように上の2枚を上に上げ、こう折り線がついているのを合わせて折っていきます。この時のこの上下の隅をきれいに折るようにしてください。
そしてきちっとギュッと折って、折り筋をきちんとつけてください。裏側を向け、先ほどと同じように折ります。次は一度このように折った折り紙を広げます。左側の部分は赤の部分が外に出るように折り筋に合わせて折ります。右側は白い部分が外に来るように折り筋に合わせて折りたたんでいくと、このようになります。もう一度します。裏表すべて赤い色の方が表側に出ていたものですが、これを一度広げ、すべて広げ、このついている部分を上にしてこのように持ち、左側は赤色が表に出るようにこのように折り曲げます。右側は白い部分が表に出るように向こう側へ折り曲げます。このように持ち、これをこのままこう折りたたんでいくと、このような形になります。赤い部分も白い部分も、赤い側も白い側も、この空いている部分が下に来るように、閉じている羽の部分が上に来るように折り重ねます。そしてあとは白と赤それぞれこの足の部分、下の部分を折っていきます。一度ギュッと折ります。筋をつけて整えます。そしてこの真ん中に合わせ折っていきます。そして白い部分のこの裏側もこちらへ折っていきます。このようになります。赤い方も同じように折っていきます。この裏側、内側も折っていきます。そしてギュッと折ってください。で次に行きます。次は頭と尻尾の部分です。ここをこのように広げ、上にグッと上げます。こうです。そしてここをきれいに半分になるように切ります。反対側も同じようにします。
ここが真ん中でちゃんと折れるようにしてください。白い方も折ります。そして最後に顔の部分を折ります。そして羽を広げます。真ん中は赤と白がつながっている状態です。そして赤い羽と白い羽の外側をそれぞれ持ち、ここを上にグッと押さえるようにしながら広げます。これで妹背山という2羽の鶴がここの羽でくっついている鶴の完成です。ぜひ折ってみてください。これで説明を終わります。